明るくおおらかな性格、スタイル抜群の容姿で男性だけでなく女性からも多く支持されています。今後の活躍が期待される演技派女優さんの一人です。キム・ウソナさんです。さあ、ソナさん、いよいよ I do I do がKNTV で1月12日から日本でも放送になるわけなんですけれども、このドラマにご出演を決めたきっかけは何ですか？全体的なそのフィールっていうんですか、やっぱりフィーリング、フィーリングと、あとはあのキャラクターがあの結構今までとは違う感じと、あとこのドラマが伝えたいそのメッセージを、まあ自分もまあ伝えたいなっていうのが一番大きかったと思います。でも役柄としては今まで本当に演じたことがない役で大変でしたよね。そうですね、あの思ったよりも演じた時にもっとちょっと重かったんで、なんか私緊張してるみたい深呼吸深呼吸こう思い出に残るエピソードがあれば教えてください。撮影中のことでも思い出っていうあの言葉、単語を使うにはあんまりそんなに経ってないんでまだ、今年その本当にいっぱいを I do で始まって、I do でもう終わり、終わりじゃないんですよ、日本は始まるんですよね。そうなんです、そうなんですけど、あの本当にいい俳優さんたちと一緒に、あのできてよかったなっていうのが一番、それが思い出じゃないでしょうか。これからなると思います。はい、はい。共演される俳優さんを次々にこうブレイクさせるという女優さんとしてもすごく実力派だと思うんですけれども。みんな売れてしまう、ソナさんと共演すると。いや、それは私と別に関係ないと思うんで、まあ、嬉しいんですけど、そうですね、あの、まあ、それが男性であり女性であり、まあ、それ関係なしで、とにかく彼氏だと思ったり、例えばお母さんだと思ったりお姉さんだと思ったり、そしたらすごく大事にしなくちゃいけないじゃないですか。で、一緒にやっていかなくちゃいけないから、一つだと思って、とりあえずやってきましたけど、それだけテレビカメラの方に手を振ってください。はい、1,2,3,4 台いらっしゃいますか。はい、はい、大丈夫でしょうかね。じゃ あちゃんとタイトル指さしてくださってますけれども、はい、かわいいですね。靴が、足がかわいいので靴も取ってあげてください。はい風邪をひいてて、ずっと2、3週間ぐらい治らなくてちょっと大変だったんですけど、今日が一番良くないということで本当に申し訳ございません。で、昨日あの喋りすぎたっていう感じがして、あのインタビューがあったんですけども、やっぱり話をこう短くしなくちゃいけない答えとかすごい長く長くしてて、時間オーバーしたりして、それでもっとこう調子悪くなったみたいで、今日歌わなくちゃいけないんですけど、やばいですで、あの来年から歌はやめようと思って、本当にこれストレスですね。あー、どうしようかな。でもまあ私はあの歌手じゃないんでということでありがとうございますありがとうございます